こんにちは。ということでやっていきます。今回の役職は1つ目がイビルゲッサーとクリーナー、死体を消せるでシークレットキラーってやつなんですけど、キルするとポンって動くじゃないですか。あれがない状態で飛びながらキルできます。しかも音も出ません。勝手に弾けたみたいな感じになるはず。クルメイトの役職が占いシェリフスター。スターは名前が黄色くなります。皆さんこれ何を意味するか分かりますか？イビルゲッサーいるんですよ。だけどスターが抜かれた時点でも占いは自分が占いっているシェリフも僕シェリフって言えるから、スターは僕を撃ってくださいっていう役職です。イビルゲッサーがスターに使うか、もうそう強いんで、村が確定村がなんか結構多くなるんで、シークレットリキラー 7.5 秒に1回殺せるんでガンガン殺せます。シークレットリキラー殺さないと逆に言うと勝てないので、シークレットリキラーがトロールな人だったらもうなんか諦めてください。やりたくないよー。ジャッカル空気を持って左クイック。あーそうだ、テレポートジャッカルってのあります。テレポートジャッカルってのがあって、それは集めます。いろんなやつらを一箇所に。あ、テレポそっちなんだよ。飛ぶん違う。ジャッカルは第3だよ。来た。これなんか韓国のスターっぽくないですか？いや、明らかにだってそれ韓国のスターじゃなくて、それヤンキーじゃん、それただの。ヤンキー、あー、光が。いやこれ、あれに殺されてるんで、これ直しといて。これここにあるタスク、ヤンキーって言われちゃったよ。これ韓国のスターだろ。俺今からあれだよ、死んだらスマホで韓国スターで検索するわ。ミーティング1、ベベベベーン、ベベベブーン。お前だけは噛むぞ。ベベ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 ベじゃあ長月ではない、馬さんでもない。カモチで停電直してラウンジアーカイブ。あれ名前黄色い人いなくね？死んだ？黄色い人って朝日くん？あ、もしかしたらあれかも。なんかフィールド上じゃないと表示されないの。あれあれ待って、長月さんあれ馬面さん死んだ？馬さん殺した？あれ僕えふっと委任さんが展望デッキのあたりいて、で一緒に電気を直したと。でそのタイミングで馬さん入ってきて、で僕はキッチンの今左端にいて、で馬さんと二人さんが右の方行ったから、二人さんか、え分かれてないんだよね二人さん。いや分かれた、長月と馬さん残して。あじゃあ僕会議始まった瞬間その馬さんと長月違うって。僕か二人さんかで、いや僕は二人さん先つってほしいけど。スター出てほしくね。死んだ？うん。多分死んだ。じゃあ終わりだ。結構だじゃあ結構終わりだな。まあエアシップは結構こういうことある。これいずれにせよ長月かイニンじゃないの？イニンつろう、イニンつろうか、イニンつろうよ。え、なんでどっちか、どっちから先、どっちか。イニン入れたわ私。イニンだと思う。どっちか釣るか。イニンさん釣るか。多分イニンだと思うけど。イニンと長月で間違ったらいいんじゃないの？ごめん。え、超自信満々だった。お前占いじゃないのか。怖いな。占いかと思った俺。占い師じゃないんだ。え、なんかもう絶対占い師だと思った俺。わあ、このもうバレバレだなーとかって思いながら、 100% 占い師だってやつじゃん今のは。もうおい暇人、おい聞こえてんだろガキ、おい暇人、こら、おい暇人、おい暇人、今の自信満々から占いか、暇人聞こえてるでしょ。暇人グー、わかるよ、お前人狼だもんな。暇人、バレてんぞ、クンさん構わないとダメなんじゃない？暇人、お前が俺の声聞いてるのちゃんとわかってるからな。俺の声、お前の心にしっかりドストライクで届いているはず。いやこれ勝てないっす。長月も釣らないな。今はえガチ。え長月釣らない。ダメ長月ダメ。長月釣っちゃダメ。ダメか。なんで？いやもう無理だよ。もういいいいいい。アケさんなんでじゃない。無理だよ。アケさんいやわかんない。えアーカイブで死んでたんだよねちなみに。アーベシナは。ペニガキ追えないの？それだったら違うかも。貨物から。あペニガキわからない。ごめん。じゃさっき1個前の試合で壺を発見された死体って何だったっけ？あれスイッチだったっけ？いやあれはスイッチ、あれはスイッチで、俺は
停電直した後ラウンジアーカイブ行ったらアーカイブのあの見るとこで死んでたから、で通報入れようと思ったらその瞬間にボタンこのがポチッと押した。あ、え、その死体はペニガキ。それがペニガキ。死体じゃない、死体じゃない、スイッチ。私は。あ、ちょっと。その人が。いや、わかんないわかんない、死体はよくわかんないよそれは。あの辺長月イニヘルスカーともう一人朝日いたでしょ確か。ちょうどキッチン。僕はメインホールで。いや、いました。あ、いた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 、一番最初のキッチンいて。いや、朝日にいいんじゃない。いや。でも俺、展望デッキで停電直して、その後あれ、じゃあ、パパッとやった方がいいで。まあまあ、その、まあ、そっちの方分かんないからな。違うと信じてもらえるなら、アサヒくんかとヘルスか取り合ってるから、どっちかしかない、どっちかが怪しいどっちかしかないな。ヘルスかの長月に入れたのよく分かんないけど、別にいいし、アサヒって言え。アサヒ役職ないっしょ。いや、ある。お、何？おっと。ね、俺セリフ。え、なんで言うの？あー、言っちゃった。え、対抗は？いや、もう対抗とか出るわけないみたいな。でも、これでいいの？死ぬって死ぬくない？ね、朝日くんね、テクニックがあって動画を見るっていうテクニックがある。聞いた私が悪かった。誰、誰釣る？そこらにいた人で。じゃあ、もう、ヘルスコくらいしかいないじゃない。ヘルスか、まあじゃあ。ダメじゃん。なあ、なんでこれさ、これさ、この占い師じゃないのかな。なんじゃない、なんか乗っ取ってる。いやでもそしたら新占い出ないのも変なんだよな。新占いがバカなのか死んでるのか。スイッチは死んでる、スイッチ死んでるか。誰だ大人狼か。おい、殺すよ、殺すよ、そいつ。ここにいるぞ、おい、おい、殺すよ。フラフラしてる、フラフラしてる、アサヒくん。マジ、おい、アサヒくん、殺すよ。あ、いいよ、さっき離れちゃって、離れちゃって。誰が直したんだ、俺。え、アンケートじゃないの今。使いたいよ。勝手に直った。やったー。無理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 。あ、奇跡的に見られてなかったー。いや、長月かイリンかっていう盤面で占ったらもうするしかないな。いや、なんかアーケンさんのキルのタイミングが超良かったね。え、てかスターは、いやスターの黄色の設定もしかしてオフになってるの？スター誰？あ、もしかしてクルーメイトの人数か、これ役職数か。次からスター出ます。これさ、韓国スターだよな。いつの時代？そんなのさ、マジで令和に見たことないです。マジでこれじゃないの？イリンさん、イリンさん見てなさすぎる、メディアを。冬の空とあたりで止まってんじゃないか、これ。マジかよ。その専業マン。こんな感じ。何語だよ。あ、いや。お。なんだあいつ。え、何。なんだ今の。つれつれあいつ。あいつ。理解者リア。俺が絶対お前を守る。お前絶対噛まれないようにする。お前絶対噛まれないようにする。バカすぎだろ。絶対噛まれない。心複雑にやらない。お。何メロンさん黒、メロンさん黒、メロンさん黒。あー、黄色い人いる。あー、黄色い、隠しろ、オッケー。メロンさん黒、メロンさん黒、目の前で暇人だけ噛んだ。黄色いスターさんが、まあもうしょうがないね。まあ、ベノムがイビルゲッサーだったら多分抜かれるんだと思う、このままペニガキが。あ、抜かれた、さよ。黙らされた。黙らされた、もう黙れ。おじさん、怖いおじさんから口閉じられた。いらないです、まずは隠しろです、以上です。わー、責任重大だ。やんない方が良かったかも、今の。危ない。いや、でも、シリフよりは今やった方が良かったと思う。違う、シリフ出させた方が良かった、今、多分。まあ、うまずはクルメだから大丈夫。あ、そうね。シリフは誰だ？シリフは暇人？これワンちゃんで今にってことは。シリフ誰なんだろう？シリフ俺、シリフ俺。よし。アーケンさんとアサヒくんとシリフが誰だ？いや、マジでヘルスカとさ、アサヒくんとさ、ナッシーがもう全員一緒に見えて、もうダメなんだけど。苦しい。みんな一緒に見えちゃう。何がダメ？みんな一緒に見える。アゲンさん、アゲンさん、なんか怖いな、動きが。なんだなんだなんだ。ワサヒくん怖いよ。このピンクのやつ怖い。なんか、無言でさ、なんか、あの、なんだろう、なんか死神のステップ踏んでたんだけど、怖え、こいつ。死神ステップです。ワサヒくん、ワサヒくん。ついていこう、じゃあ。なんでこいつも喋んないの？ついていきます。え？おう、おう。
朝日無事かな。シリアルキラーだかなんだかは。朝日生きてるか。なるほどね。いやマジで。やっぱそうだと思ったよ。いやなんかあげさん挙動不審すぎる、これは。あげさんです。楽しんでます。あげさんどこでやったの？セキュリティルームの下の展望です。あもう普通になんか対抗してバチバチバトルってわけでもなんか諦めるんだこれは。いやもうめっちゃ悔しい、あとちょっとだったのに。なし長月ヘルスカのイニンの中で尻振っている、死んだ暇人かこれ。あ出てます、ね、あもういない、いなそう。シリフもういたら出てほしい。来るです。マジでびっくりした。あれなんだろう、なんかこう人を殺す瞬間ってね。いやなんかクズさん、はい、わかりました。はい、上にいなかった人。いなかったっす、自分一人で。オッケー、アーケンさん釣ってるから、まあ、ヘルスカ殺すんじゃない、まあ、ちょっと待って、はい、アギだと思うけどな。え、なんだ、え、ここでもしかして首脳会談行われてる。え、オッケー、オッケー、ヘルスカ、ヘルスカ、よし、隠し類1個作った。ヘルスカじゃないよ、殺してない、ヘルスカじゃないよ。クンさんセリフね、ちなみに、あの、ヘルスカ隠しろ、馬面しろ、イニン、さっきアケンさん釣ったからしろ、はい、まあ、ナッシー長月。いやもう絶望的だな、もう終わりだ。長月さん何レベル？え、僕、いやちょっと41ですけど。あ、ナッシー49なんで。あ、私占い、私占いだから馬面しろ出してるから。あ、オッケーオッケーオッケー。え、イニンとクンさんは完全に重なってたの？なんかううナッシーが変な勘違いしてるなと思って。え、ナッシーはカメラで見てただけだから、別にそっちでなんかセリフがどうのこうのみたいなのは見てないの。長月ずっともいいんじゃないかな、カメラにいるの意味わかんないよな。いや、カメラにいたのはナッシーだよ。え、じゃあ分かるよ、ジノがカメラにいるの意味わかんないよな、一人の状況でっていうのは。一人じゃなかったけどね、僕をかけてきてカメラにいた。あ、そうなのね。まあでもカメラ見てるんだったら長月なんじゃないじゃん。いやまあ、なんかうまい返しとかないけど。うまい返し、面白いこと言ってくれるな。こいつだけ、こいつだけお笑いやるな。ごめん、ちょっとあの修行中飲みながら。コノさん占いだっけ、うん、そうだよ。で、イニウマヅラさんはなんで、ウマヅラは把握しろ。僕はアケンを釣ってて、ウマヅラさんは占いにしろだ、うん、え、ナッシーそれ把握してんのちょっと意味わかんないから黒じゃね。と、ナッシーが違ったら、イニンさんがちょっと可能性としてあるぐらいのラインで、多分、少なくともヘルスカ、ウマヅラ、コノさんは。いや、まあ、イニンはそこまで、まあ、全然オフホワイトだけど。あ、現場を見たらだって身内切りするしかないのはそりゃそうだから。え、馬沢どうしよう、誰釣る、待って時間ないんだ。長月から、長月で、長月、僕はなししかないけど、全然中スリコの順でこのヘルスか馬沢隠しろね、絶対そうね。ボタン残ってるのか覚えてない。あ、終わり、ナイス、よし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 、ナイス、よしよし、シェリフ取っといてよかった。いいな、やっぱなんかシェリフってやっぱこういう使うもんだよね。最初にアーケンに殴りかかってアーケン隠し色にして遊ぶもんじゃないな。最後まで持っといて、最後まで持っとくとマジで強い。生き残ってるよね、シェリフ。シェリフですよね。あ、私も分かった。はい、ヘータ出直します。アーケンさんずっと人狼なんだろうな、多分。もうずっとインポスターやってるのやだよ、しんどい。めっちゃ楽しかった、ずっと占い師だから。確かに占い師引き勝ちだよね、もうなんか。今の試合ジャックありました？ないない。確かにミスったな、設定多分。一回もな、まあ一回、まあ、しゃない、しゃない、まあ、うーん、馬沢さん、これ結構スターっぽくないですか、このアバター。あ、確かになんか輝きを感じますね、イニンさんね。もうめっちゃスターっぽいよね、これ輝きを感じる。ちょ、アーカイブに多分人集まってるから見せびらかしに行ってこい、これ。おい、俺ら兄弟かよ、マジで。チーズにも繋がってるのか、おいおい。おい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 。ペペペペ。おい。おい、マジ、俺が周り見たるわ、俺が周り見たる。まだ、まだ、待ってけ。朝日、なんかカチ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 押してる。何してんの？朝日？朝日、なんか、朝日の声聞こえない。は、はい、何カチカチ押してんの？いや、これ、あ、それ、アーケンさん。え？え、アーケンさん見えねえ。え、嘘。見えないんだ。いや、あ、そう、そのなんかたまにある。なんかね、人が見えなくなる。
たまにある、これこの、エアシップはある。あ、ハケさん現れた。なんか闇からハケさんが召喚されたのか、今。あ、長塚、長塚さん、このアバターめっちゃスターっぽくないですか。いや、やばかっけえ。広い名前でしょ。いや、ひまじさん、このアバターめっちゃスターっぽくない。ヘルスカ卵じゃん。いいね。ヘルスカ卵じゃん。やばい、あのこの人魚好きだから、その延長線上で多分寿司も好きなんだわ。初手はだるいな。おお、大丈夫か。大丈夫か。ひまじんさんか。ひまじんさんか。あ、じゃあひまじんさんで、もうなんかスターが言ってるし。ひまじんさん臭い。誰を噛んだの。なんか停電中に、ヘルスカが弾けて、でその場所からひまじんさんがニュって入ってきました。あ、じゃあひまじんさんで。多分ライトなんとかじゃないんじゃないかな。シャチャッとスローぜ。めっちゃみ、うわー、またスター死ぬの。またイビルゲッサが初動で死ぬんだ。ペネガキ殺し。慎重になってほしいな、イビル。もったいない。ああ、落ちた落ちた。押す人、ああ、ある。占いが出てもらえる、出てもらうか、全然あると思うけどな。いや、ごめん、ここにタスクがあったから。なんか今、とんでもない位置からタスクしに来たな、今。オッケー。占いは出ていいんじゃないかな。これ遅くない占い師。もういない、いないと思う。もういないんだと思う。やばいなぁ、それは。シェリフいたんだっけ、この村。いるけど。うわぁ。いるけど、まだ出てないんじゃない。占いです。占い？おっと、クルーさん、占い出るんでもいいんじゃないかな。シェリフいる？これどうだろう、どうだ、今出るのよく分かんなかったな、確かに。いや、ちょっと遅いよ ね。ワンテンポ遅かったんだよな。シェリフ死んでそうだね、でもこの感じ。イビル死んでるし、出ていいと思うけど。死んでるのか。いや、もうシェリフは死んでるで見る。いや、もう見なきゃダメだ、もう。ワンカルさん、こんな遅かった。結論的にクルさん結構心配で。で、クルさん、じゃあ占いの出してほしい、じゃあ。まだ占ってない。わぁ、怖いな、微妙に信用できない。いや、でもクルさん、イニスタンスターで、ヒマジンさん人狼で。え、占わない意味あんまりなくない。いや、違う、死んだら今考えてます。はいはいはい。いや、まあサンナはあるから、どっかでクンさん一回使ってもいいし。朝日白。ペニガキって初動で見た人いる？見てないね、一回も見てないな。初動脇どこ？キッチンだったかな、なし。一番最初でしょ。ペニガキはいないくない？どこにいたかって話じゃない。誰と会いに行ったか。全員が初動脇どこかで、まあ浮き位置探ろうかなと思ったけど、時間ないからもう無理かな。まあ浮いてたのは、一応カメラで見た時にベノムさんがエンジンメイン通ってたのだけ見てたけど、一人で。ああ、そこしか見てない、ね、ついてたね。なんかさ、朝日反応臭くなかった。俺シェリフなんだけど、朝日反応臭いんだよな。クルさん占いじゃないの。シェリフだよ。占い死んでんじゃねえ。殺してみてもいい。でもどうだろう、朝日くん隠しろにしても発言力がないから微妙かもしれん、普通に。いや、でもまあ2年間晴れるんだったら、まあ待って、ベノム待って、ベノム、青赤緑、ベノムをかけよう。うわっ、あー時計なし、邪魔なし、邪魔なし、邪魔。あ、オッケー。あれ、いや、普通にベノムさんでしょ。え、コノリ使ったんだけど。え、なんかいいことが起こってるよ。コノリ使ったつもりだ。コノリ使ってるんだけど俺。ウマゼラさんかアーケーさんがどっちが殺してるね、朝日くんのこと。そうだね。あ、長月もいるのか。長月もいるわ。いや、なんかさっきのさ、ヒマジンがあそこでヘルスカ殺すの意味結構わかんないから、長月と一緒に逃げる狙ったんじゃないかなって一瞬思ったけど、どうなんだろうな。まあ正直それもあって、長月が湧いた瞬間にイビルゲスはもうちょっと考えてほしいなって言ってたんだよ。あれは動画的な話だから。あ、ちなみにベノムさん隠しろだと思います。ベノムさん隠しろ。あの、ごめん、ちょっとあの情報を知らないんですけど。クーさんシェリフね。シェリフ、なるほどね。固まってたのがナシ、コノ、ベノムさんで、それ以外の3人の誰かが殺してるみたいな。絶対そうなんよ。それちなみに言うと、シークレットリーキラーもありえるからね。
どういうこと？プシュンって動かないからそのタイミングでクンさん殺すって可能性もあるから、ね、うん、まあね、でも大丈夫だと思う。でも朝日殺しは絶対にそっちにいるよねって話。え、そう、それは そ, う、ね、それは絶対そうだから。それはそう、それはそう。その3人待って、最終何してた？最終どこ？うん、俺は、エンジン脇、通信武器、キッチンセキュリティ、電気室、診察室行ったあたりで通信になって電気室の階段上がったところ。あげさんは？自分はメインホール脇でアーカイブチラッて見に行った後にアーカイブ出動してミーティングホールにミーティングの奥のタスクやってた。あ、ベノさんがバチャキューしてたら分かんないけど、さすがにさすがにそう。僕と言っちゃうと、僕アーカイブシャワーメインエンジンで武器コロンとかスクやった後あのサボ立ちになったから通信室直したっていう流れです。通信室直したのは長月。待って待って、はい、もう次決めよう。ベノさん誰にしよう。ベノさんに、まあ、お願いしようわ。派遣するか、しょうが分かんない。いやー、長月じゃないかな。いや、長月君はあるけど、まあ、アーケンさん入れちゃう。ユナイゼ、あー、これはナイス。白紙が白紙すぎやろ。クンさんはシェリフデーってあれどういうこと？俺もよくわからん。俺に使ったらしい。あー、これでどうだろうな。これ殺し、アーティンさんでもクリーナー溜まってから殺すと思うんだよな。そこボタン押すわ。あ、待って、まさきそちら押して。はい、右がポンやってる、右がポンやってる。あ、僕じゃ右がここ。ペノさん生きてる？うん、生きてる。これアーケンさんクリーナーだったらがさ、その消さない？だからなんか他に殺しいるんじゃないかなっていうのを見て、長月馬面からもう一人積んのありだと思うけど。まあ担はあるからね。そうそう。うん、クリーナーだからなんか違うと思うんだよね、殺したの。アーケンさんじゃ最初の暇人がヘルスカ殺したのが結構意味不明。あ、でもじゃあアーケンさん長月に寄せたからマズラでいいんじゃない？あー、たす、単純単直読みダメ、まあ、いい単直読み。ちなみにさ、ピネイガキがどこに行ったとかそういう情報ないの？いや、もうない。最初のはもう無理じゃん。最初の最初でしょ。うん、いやでも最初のピネイガキだったら長月関与してないわ。それ知って、あ、そう、絶対そう。まあ、だったら馬面じゃないか。落として、馬面つっていいと思うよなって。私もいいと思う。落として、まあ紙4人でどうにかするしかないかな。まあ、落とした方が楽ではある。いや、長月はペニガキに絶対かかってないのと、アッケンさんがとか。これペニガキのキルをもう一人別の人かもってあれか。そうそう、うん、ペニガキってさ、ダンって出たっけ？クリナだっけ？いや、ダン出た。あ、出たならじゃあ馬面でいいと思うわ。ああ、そうかそうか。まあ、いや、なんか分かんない。最初の一番最初のフェーズ、あ、もう覚えてないからね。いや、まだできる。いいね、いいね、いいね。あ、もうレベル上がりすぎた。俺らはもうついてる。グッドグッドグッド。なんでそんなインポスターなんだろう。よくわかんないな。第3次元なんで入らない。あ、待ってやめる、ゲームやめる。そう、僕のトロールのせいです。第3次元がいないのは。おお、やった、インポスターじゃねえ。これ白白、これ白、これ白、これ白。いや、実質スター、インポスターじゃねえ。うん、似ただからな。おお、スターじゃん。大スター長月です。大スター、よかったね。もう絶対そうだと思った。さて、どうだどうだ。さて、ヒガジンさんいたよ。あ、いたいたいた。黒いなぁ、なんか動きが。おっと、なんでついてくんない。いや、なんかさ、開幕さ、孤立してるとさ、なんかキル起こった時にさ、長月なんか嫌じゃない。バイスターです。ヒガジンさん、あ、テレポートされた。殺されたな。殺された。え、え、え、そんなテレポートする。え、暇人が噛んだ。もうボタン押そう、ボタン押し。ここにある、いいよいいよ。あ、飲まれてない、飲まれてない。そうだ、運が悪かった。いや、でもクリーナーだ、多分。何よ。もう一人やられたな。え、いや、最後の一人は、最後のイニンはペニガキが長月と俺とイニンがいるところ無理やりバレてるから噛んだ。最後さ、アーカイブ行ったやつの中でラウンジに行ったやつ誰？ラウンジ俺と月とイニンと、はい、
俺とアーケンは下側にシャワー側に流れてる。なるほどね。ラウンジになんか移民が引き寄せられてぶっ殺されたのなんか見えたんだけど。あの朝紅書きの話じゃない。違います。それはそういうのじゃなくて、移民と長月と俺と紅書きで見に行って、引き寄せられたっていうのはそういう能力の。役職出ていいよ。役職出ていいよ。先にシェリフが出るべきだよ。その占いの先が消えるから。ヘルスか？シェリフ？シェリフですよ。オッケー。占いは死亡と。なあ、占い落ちちゃったか。厳しい。終わってるな。アサキはそういう役職ないからね、人狼。いや、昇降機で引き寄せられたのとは別だよ。いや、ラウンジに引き寄せられたって。なんか引き寄せる役職は多分バグかなんか知らんけども、なんか。ラウンジの方に二人さん行ってたから。いや、あんまそういう話してる時間がなくて。まあいいや、いいよ、いいよ。別の。暇すらはずの精査だと思うよ。暇すぎとイニーはどうでもよくて、あと、できれば俺も白で置いてほしくて、ペニガキがイニー殺して、で、俺と長月が通報したんだけど、俺がもし、で、俺がもし人狼だったら、殺して気持ちいいとか言ってるから、こいつ面で。ダブルキルしてる。ああ、よかった。釣れてよかった。わかる、ちゃんと覚えといてね。分かってる。俺一緒にやったやつ。それは分かる。そう、クンさんはわりかし白い位置ではあるじゃあるけど。じゃあ俺誰にいるよ。もう偉大なんで、自殺しろ。自分に入れろ。自分に入れて死ぬとき。いやー、マジで気持ちよかった。よかった。みんなありがとう。バイバーイ。いや、うぜえ。何4人落としは気持ちよすぎるろ、さすがに。おい4人落としやぞこっち。うるせえこいつマジで。おい4人落としやぞ。みんなタスクやらないの、ね、いや無理無理、タスクやってる暇ないこれ。7人しかいないから無理。つくねえ。いやていうか、なんかこう一般的にさっきの試合もそうだったけど。あーよかった。押せた。危ない、本当に怖い。で、これ今7人でしょ ?7 だね。サンナは3人外です。まあ、インポスターが第3陣営噛んでたら別。いや、逆もあるから、1-1 の可能性もある。あ、これそっか、第3人いるのか。別に第3人が2人って書いてるのか。じゃあ、インポスターは2人いるのね。あ、インポスター2人だ。多分、吸い寄せられたから、多分ケースとしては、イニンがジャッカル以外はジャッカルいるはず。イニンがジャッカルケースはジャッカルが解けてるけど、ジャッカルで吸い寄せられたじゃん、俺ら、昇降機に。そうだね。てか、昇降機にいた人たち、ジャッカル炙り出せそうじゃねえか、これ。待てよ。ジャッカルの機能がよくわかんないけどさ。じゃあジャッカルの機能は、ジャッカルの場所に全員集まるっていう。いや、ランダムな一人だ。だから、そこにいたやつがジャッカルじゃないのか。そうなると。いや、でもわかんない。ジャッカルに引き寄せられる確率もあるじゃない。ランダム。ああ、全員をランダムに選ばれた一人にテレポートだから別に関係ないや。ジャッカルにテレポートもありえないか。あんま得意。ペニガキが殺したのは暇人イニンってことね。うん、ってことは、ウマズラは別なんだ。ウマズラは分かんないんだ。うん。ウマズラって最初どこ脇？ウマズラどこにいたんだろうな。貨物じゃない。俺とアーケンともう一人、ナッシーかな？が貨物で湧いて。私めっちゃウキイチなんだよな。キッチン脇の照明直してるから、一回目の。その時はずっと一人。クンさんは？俺キッチン脇、多分コモとずれてる。朝日はずれてるかも。俺もキッチンじゃなかったっけ。そんなキッチンがそんなばらけることある。朝日くんは見てないかも。俺一人で湧いてみちゃったから。キッチンチャンス。じゃあ違うってなって。そんなことありえんのか。いやいや。まあ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 レベル23だから。まあまあまあ。もうやめた。ああじゃあだってどうしよう。でいいんじゃない。大丈夫だ。やりながら上手くなろう。そういうもんだからみんなそうだから。ヘルスカに任せよう。ヘルスカ？ヘルスカはシェリフだから怪しいと思う人に能力使った方がいいよ。上にアサヒいた。まあ、アサヒに使うでもいいし。あ、いたいたいた。使ってみる？あ、アサヒ。あ、アサヒ白だわ。おい、違う違う。アサヒ隠しろ。ナイスナイス。めっちゃ使ってほしいと思ってた。だからヘルスカがアサヒに使ってる。そうそうそう。あ、ジャッカルでもないってことか。第3陣営ジャッカルもいないんじゃない。第3陣営も、いや違う、ジャッカルもシークレットリーキラーで多分死ぬはず。アサヒ多分2回縄を使え。アサヒが全ての実権を握ります。うん、いや2回どころか3回縄使う可能性ある。イニンとヒマジンがペニガキやったって どっちもってこと。
違う違う違う、どっちもじゃないよね、さっきそう言ってベルマさんがそう言ってたけど、それは違うよなってちょっと思ったんだよ。私ヒマジンとイギンをやったんじゃない。あ、そういや、どっちもだよ。転送時に生きてたのはヒマジン、ヒマゼラはすでに死んでました。あ、そうなのね。で、イニンだけ生き残ってました。俺と長月と、俺と長月とイニンとベニガキがラウンジに行きました。したらベニガキがついてきて、ヒマジンの死体を発見する、もうそこにあったんだけど、通報する寸前にイニンがベニガキに噛まれて、で、なんかっていう感じ。まさに任せた。キッチン脇で孤立してんのがこのさん、クムさんで、でもクムさんがちょっと白いのか、アサヒくんが白なら、待って待って、ウマヅラハギの話も別になんかそんな参考になる話じゃない可能性もあって、そもそもベニガキが噛んでたらもう何の精査にもならない。そんなでも短時間にバンバンいける？7秒に1回噛め、ね、10秒に1回噛めるはずだから、まあ別にまあベニガキだったらまあ噛めそうな気はする。頑張れ、運でいいよ、運で、もうここはパッションだから。人狼はアサヒくんに全てかかってるんだ。プレッシャーをかけるな。誰？くんさんじゃない？でも、だからさっきから言ってるように、イニ長月、長月、ペニガキと俺が4人で行って、いや、まあ、その話は分かるけど、分かるけど、でも浮いてるから。浮いてない、浮いてない、浮いてない。俺だってキッチンで巻いてるから。ウマヅラハギの髪と関係ないし、早く言え、早く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 、はい、クンさん逃げよう。クンさん、いや、マジ浮いてないのに、俺クンさん黒かよ。浮いてんじゃん。クンさん黒なのかよ。ナイス。浮いてないけど。めっちゃナイス。めっちゃ。浮いてる、浮いてないこともなくない？だって別にその過程で殺してたら全然意味わかんないって思うけどな。これシークレットリーキラーってなんかキルできなくない？誰かやった？ウマヅラにシークレットリーキラーってこれなんかよくわかんなくない？僕ウマヅラさんじゃない、僕クンさんにシークレットキラーされたんだと思いますよ。いや違う、そうじゃない、なんかシークレットリーキラーって使ったじゃんさっき、多分ウマヅラハギ1回しかできない、多分1回しかキルできないってこと、これゲーム上で。やばすぎ、無理だ。多分もうアーケンは白で見ていいと思って、アーケンがめちゃくちゃ、まあ、もうあそこで身内、いやもうアーケンは白でいいっていう話ね。うん、はいはいはい。で、アサヒくん隠し色で、ベノムさんは1回だけ縄使っていいよ、うん、で、誰かうん、落としていいってことなしっつってもいいと思うけどな、私は。いや、どうかな、アーケンとアサヒで相談して。いや、奥目線、コノちゃんがめっちゃ白くて、うん、まあそこで殺さないのありえないよね、だってアーカイブにいて、うん、あそこ普通に私もアゲさんに対してそれ思った。これはなしでいい。なくもなし。ちょっと待って、残ってるのが、ちょっと待って、クリーナーが残ってる。まだ早く。クリーナーなの？クリーナーじゃない？そう、クリーナーが残ってる。クリーナー残ってるからぶっちゃけなしに釣るのは微妙っていう話だよね。え、別に何残ってるか別に釣る分には別にいいんじゃない？で、違ったらそれはそれでなんか対処するのじゃない？ボタンは誰が残ってる？クリーナー一人残ってるからスキップの方がいいような気がする。ラーケンさん残ってる。俺も残ってる。あ、オッケーオッケー。いいね。オッケー、大丈夫。じゃあ大丈夫だ。いける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 。おー、ナイス、アサヒくん。素晴らしいアサヒくんだった。いや、アサヒくんすごい。すごいすごい、これすごい、これめっちゃすごかった、アサヒくん。名推理でもね、ウマヅラハギもキッチンに湧いてるんよ、実はアサヒくん、俺ら一緒に。は実は3人湧いてて、アサヒくん確か話してるはずなのに忘れてる、多分。そう、で湧いた後クンさんずっと追いかけてくるはず、絶対クンさんじゃんって思ったら、いや大丈夫大丈夫、アサヒくんいなかったら勝てなかったから、マジでこの試合。クンさんなんかめっちゃ白くてよくわかんないけど、シークレットリーキラーね、多分俺仕様がこれやばくて1回しかキルできない、多分。停電中にクールを貯めるって書いてるんだけど、別にキルクールタイムが減るだけ、あと多分通常キルが多分バグって使えなくなってるのかも。まあそうなの、だからイニン殺せなかったんだ。あ、制限回数これ上げればいいのかな、もう10とかにしとくか、じゃあ。おおそれで7秒はすごいぞ。いや、まあ他のインポスター10秒だから、まあガンガンボタンを押さんとわかんないじゃん、もう。あ、俺シークレットリーキラーだ。マジかよ、何の役職も来てねえのに。反応するなよ。疲れた。あ、また間違ってミンホール湧いちゃった。刺身を背負ってからタスクの処理速度が速くなってきます。インポスターやらないと動画伸びないんですよ。
もうクルメイトやってもね動画伸びないからね、クルメイトの時早く終わんねえかなと思ってね、あのうろ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 してる俺、早く終わんねえかなみたいな感じでインポスターやって、まあ、活躍した回をサムネイルにしないと動画として微妙だから。七月も弁当入っていいよ、もうそこ弁当でしょ、そう、そう、助けないから七月も弁当入っていいよなんでテレポートあ、待って、これで暇人死んでる、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 ヘルスカ、ヘルスカ、さすがに今のはめちゃくちゃじゃない、なんか今のはちょっとシークレットキルって、シークレットの恥だろ。なんで、なんでさ、なんで暇人テレポートされないの。俺、テレポートされて、昇降機使ってたからエンジンルーム、テレポートされた瞬間あの、宿舎前通らず、この壁の中歩いて昇降機にあの移動してたえ、まあ、そういうことね、まあ、ヘルスカ釣り今、シークレットキルじゃなかった。堂々の犯行だったの。え、で、ヘルスカ、なんか、なんもないよね。え、え、よ、まあヘルスカ大丈夫でしょ。使い方わかんない。使い方わかんない。こっそり使おう。多分ね、今でもヘルスカねピュンって飛んでなかったから。いや多分シークレットキラーだと思った。遅延でキルできると思った。普通に、ま、アサヒくんの真上にいて走り出して噛んだように見えたけど、まあいいや。え、じゃあまだイビルはいるってこと。イビルはいる。ヘルスカがような気がする。いやでもアサヒくん殺されたらやばいな。スターいきなり死んだ。イビルに抜かれることなく死んでいった。いや、いわゆるイビル残ってんのやばいよ、でも普通に。え？どうしよっかな。占い師なんだけどな。今のグラフです。グラフちゃんとしてます。お、このピストルは、まさか。あ、やばい、待って、クズさんついてくる。まさか、ここに来んぞ。いや、あの、見えないんですよ。見えないんですよ、実は。いや、見えないんです。見えないんです、あなたのこと、僕。え、マジで。え、なんか今どこにいるのか分かんなくて、イリンの声が左からするけどどうだと思って来てただけ。あ、現れた。なんか闇から出現した。どうも。何どういうこと。わー、新学期と俺がアーカイブ開きね。はいはいはい、割とランダムなんか今ベノムにテレポートされたって映ったわ。助けてる時にテレポート、まあまあうざいな。宿舎前か、このまま真ん中通って宿舎前行ってくるわ。コンさんと行ってくる。宿舎前で。はいはいはい、宿舎前。はいはいはい。オッケー。なし、働く人間なんでちゃんとタスクこなします。あー、マジか。宿舎前でって、なんかみんな呼び出してる。宿舎前行ってくるって言ったら、ナッシー死んでないか。ナッシーが死んでるね。ナッシーアーカイブいなかった？どんな感じだったかな。あ、ね、待ってよ。さ、最後アーカイブ見てたんだけどさ、ナッシーの声聞こえた。だから多分めっちゃ侮られてる。後ろで噛まれてる気がする。え、ちなみにペニガキ見てたよね、アーカイブ一緒に。違うの？俺は違うよ。え？じゃあペニガキ何してたの？シャワー室ナッシーいたか。いや、シャワー室いないよね。ナッシーいたっけ。え、わかんない。なんか誰かの声がずっと聞こえてた。誰かがずっと喋ってたの？ペニガキってどうか。掃除したか。いや、違います。え、ちなみにペニガキはどこにいたの。ペニガキ入れていい、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 ペニガキ入れていい。シャワー室いないね。俺がタオルやってたからいないね。じゃあ体洗う。え、ちょっと待って、じゃあ役職ある。体洗うとこいないね。役職は、役職は何。役職言っていいよ。占い師、占い師。じゃあ、誰と占って。オッケー。あ、暇人黒、暇人黒。もうそういうこと。いいよ。マジンクロ、マジンクロ。ペニガキ言って、占いだったら。長月、マズラハニ早く入れて。早く入れて、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 ペニガキ自分に入れろ。やだ。じゃあ、暇人、みんな暇人入れたから、これ、今みんな。大丈夫。信じろ。大人を信じろ、ちょっとは。ざまみろ。ざまみろ。ひどすぎ。アーケンさん、舐められてたな。アケさん舐められてたな。アケさん舐められてたな。めっちゃ舐められてて、うわ、ほほ舐められてたよ、なんか。俺が言わなきゃ、アケさんは結局闇のままだったかもしれない。まださ、あれって残ってんの、ジャッカルって。残ってんのか。ジャッカルがし、ジャッカルで集められたから、ジャッカルは生きて、はい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 。俺、こっちのタスク、あー、いや、ごめん、なんでもない、忘れて。わかりました。押して押して。え？なに？倒れない。私、死んでんの。私占いだけど、さっきペニガキ黒って出たから。ああああああ、そうしたんだよね。ほう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 。
でも、指で死んでなくない？さんが暇人黒って言ってたから、遺言受け継ぐべきかもしれないよ。確かに、確かに。マジさんつってもいいか。多分指でね。え？終わんないの？え終わった？ウマヅラ、え？お？どういう意味？終わりじゃない？このさんうち？抜かれて、この子が抜かれるってことじゃない？え、でも、え？何が起きてんだ？イビルって一回しか使えない。イビルって一回っすよね。一回しか使わない、そう。いや、私別に占いじゃないです。いや、占いだから。え？あ！あ、そうなんだ。そう。誰が一番黒いんだろう。まあ、また使わなくていいんかな、占い。ジャスプールが使える。使え、使え。みんな白いさんだって。イビルっていない？え、ウマさんがミスって打ったんじゃないの？この占いで。うん。そうだ、ウマヅラハギが多分俺かコノに打った、俺占いっぽい感じでペニガキつっていって言って言いまくったから、で、これ多分残ってるのが多分ジャッカルなのよ。で、暇人も誰でもいいから、アーケンでもベノムでもいいんだよって思いますけど、あ、ちょ、僕シェリフあるって主張するので、ピンさんはクルミと白、イエーイ、俺白だぜ、シェリフです。これだったら、じゃあもうベノムつってアーケン次噛めば終わり。あ、了解。なんで僕？いや、まあ別に詰めれるか、これで詰めれるからで、ベノム取りつってアーケン噛めば、多分コノがやんないような気がする、その占い語りみたいなことで、流しからアーケン殺して、もしあれだったら暇人と暇人が語りみたいな、まあまあワンチャンあるけど、ウマヅラ君騙されたりえ、で行こう、てかさ、押しに行こう、はいはいはい、流す気でいくよ。アーケンさん、クンさん、クンさん、おー、みんないるわ、みんないるわ。電源俺やってくる。ちょっとだけ暇人がちょっとって感じがするな。っていうのもナッシーが占いって言ってたんだよね。ナッシーが占いがどうしたこうしたみたいなことしたから、まあ、とりあえずな、もうそっか、押して。クンさんが占いが面白すぎる。え、あー、いいか、あっ、アーケンさんやってない今のはアーケンさん、いや、やってない今のはアーケンさん、スライドしたアーケンさんがスライドした、今のはやってないです。スライドしたな、お前勝手からテレポートした方が安全だったのでは。やってないです。え、なんかさ、おかしくない？これ第三試合が残ってること？そうそうだよ、うん、で、だからアーケンさんが釣りで終わり。そう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 、いや、なんかもっとキルしてくれると思った。まあ、ヘルスが先に死んじゃったからな。いや、なんかこう、みんな集めてみんなの中でキルしてくれたらいいな。なかなかに多分、俺もコノも両方黒、なんか占いだと思えたと思う、多分ね。そう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 、俺、クンさん占いだと思ってました。30でなんか、嘘つき、あの、おー、またアーケさん、なんで俺のこと、なんでアーケさんあれ言っちゃうの、やめてよ、アーケさんあれ言わないで。アーケさんやばいね、アーケさん次回だと思わなかった、俺。いや、てか、あれなし、あれと思って、違う違う違う、あ、やばいやばい、なぜならコノに言ったの。いや、違う違う、どこ、いや、違う違う、さすがにクンさんが、あそこまで露骨なことはしないのは分かってて、コノだったら沼るかなと思った。さすがに、さすがにこれまあいいや、二択に、いや、でもコノナイスナイス、あそこで二択にさせたのナイス。いや、なんか、あ、なんか、何約束できない時にさ、あとか言うやつね。ギンギラギン、暇人、暇人死ぬな、お前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 やり方、クンさんが見えねえ、これですか。お前黄色くなってんの、お前スターだね。俺、スターで黄色い、俺が日本のスター、嵐や。どうしよう、やばい、コンさん、俺、あ、録画押し忘れてた。あ、そういうこと、あーね、あーね、やばい、ちょ、俺クンさん頭下げてくるわ。今の言っちゃう、長津だよね、今の言っちゃう。オッケーオッケー、暗いね。あー、ここにいるだろう。あー、あー、やべ、たまらない、ショート、ブゲー、あー、やべ、たまらない、ショート、ブゲー、わお、今誰が動いた？見てなかったんだけど。いや、誰も動いてない。いや、ガチでわかんない。シークレットリーキラーもあるよ。だったらわかんねえ。多分そうだと思う。ちなみに、あ、で、ナッシーって今死んだ。長月の死体が見えた。あ、今。長月が飛んだ時に殺されて。今死んだのは多分長月。だよね、長月の死体しか見えてない人がナッシーをいるよね。多分だけど、長月殺した速攻で多分やってると思う。なんかジャッカルが殺して。破電キルか。だから事前にいた人、ヘルスか暇人、俺は3人いた。
いや、あの直前、本当の直前、本当の直前だけでいい、多分直前、俺アーカイブ一緒にいたのは、馬面かな。馬面いたよね。僕とコノは死人取れてましたね。馬面コノと俺浮いてるかも。電気室のクンさんとヘルスカと誰？イマジンさんじゃない？イマジン、クン、ヘルスカ、イマジン、この馬面。僕あれです、あのアーカイブの真下のドアでシャワー室の、あー下か、あーそこまで行ける、そこまで行けるんか。そう、いや俺クンさんどうせアーカイブいるだろうなと思って、ちょっとクンさんに用事があったんですよ。いない。あー謝罪しなきゃいけないからね。そう、俺ちょっとクンさんにすごい謝罪しなきゃいけない頭下げなきゃいけないことがあって、ちょっと待って、でも どう詰めればいいんだ、ナッシーの。いや、イマジンが進行してくれもらうしかない。確かにここ3人でしょ、これちっちゃっていいのか、1匹。まあありかも。三人の中。うん。マジクンさんヘルスか俺以外わかんねえわな。人狼はスターは見えない。一応この馬面も見えるらしい。馬面も全然みんなに見える。誰からも見える。これ噛んで、これ長月さん噛まれたもん、あれ動いてなかった。ああ。遅い。進行なくなった。進行消えた。でもこれ出ていいよ。役出ればいいんじゃない。役出ればいい。じゃあアーケンさん進行して。待って待って、シェリフ先寝て。役出ればいい。シェリフ先出て、シェリフ先出て。いないと思ってるよ。待って、シェリフ。ヘルスかシェリフね。遅い。遅いって。で、もう一回押して。投票だね。投票じゃない。投票会議。で、なんとかしてアーケンさん残らさないとまずいな。アーケン、上来い。アーケン、上行って。アーケン。一神だろ。どこでも逃げれる。何もわかんねえ。一瞬で理解しようとしているけど何も起こらない。うんうんって言いながら殺した。あ、え、何なんだあいつ。え、朝日くん来る、朝日くん来る、朝日くん。いや違う。で、朝日くんでいいとして、明け朝日は占わなくてよくて、ペニガキ戻らなくてよくて、コノちゃん、はい、誰でもいいよ、誰でもいいよ、うん、俺とウマヅラは、俺とウマヅラ、ベノム、ベノム、ベノムテレポートジャッカル。じゃあまずテレポートジャッカルとデビルゲッサーは1個打ってて、人狼が誰がテレポートジャッカル、俺、ベノム。オッケー。で、ナッシー、これ全部、これまずいな、3チーム。え、でもこれさ、4-4じゃないの、もうこんなん。いやでも別にテレポートジャッカルは別になんか加担する意味ないから、加担するか、アーケンさんに入れとくね俺。まあ一旦ね、人狼は俺殺せばいい。人狼勝っちゃう、あ、人狼勝っちゃうからベノムダメなんじゃね、ベノムって。とりあえずアサヒ君釣ればいいんじゃない、まあ、どうせ勝てないんだったらもう、じゃあアサヒ釣りで、まあ、村はアサヒ、まあ確実に釣っていこう。いいよ、俺アーケンに入れるから。はぁ、なんだこいつマジで、はい、え、あ、終わったな、終わったわ、やば、怖いんだけど、え、怖いんだけどこいつは。え、今さ、朝日くんがさ、うん、こっから出てきたんだよね。ペニガキ、お前のこと見えねえから俺のこと殺せさっさと。俺違う、え、違う、俺違う。テレポートジャッカルってどっちにもつけんの。いや、自分が生き残んだけどね。 あれ、クンさんは、クンさんいない。ちょっと俺クンさんにちょっと謝罪する時間、クンさん、クンさん、俺ちょっとクンさんにね、あの謝罪しなくちゃいけないことがある。え、うわあ、謝罪すらもできなかった。これさ、え、ちょっと待って、これ人狼2じゃないのこれ？え？人狼2なのにこれまだ終わんないの？人狼1これ？だからシーク、あのあれベノムさんが生きてるから。が生きてるから。ああ。ベノムさん殺さないとあかんわ。え、村の勝ち筋。どうしたい？どうしたい？どうしたい？お前ら選、お前らどっち？どっちがいい？ベノム勝たせてやろうか、お前。ワンチャン勝てるで。村の勝ち筋なんだ。村の勝ち筋ないのか。村の勝ち筋本当にないから。いや、もう村は人狼勝たせるか、ジャッカル勝たせるか。お任せします。ほー。え、でもジャッカルと一緒に勝つのが普通に一番いいんじゃないの？ジャッカルと一緒には勝てない。そのジャッカルは生きの、あんなに人狼も全員殺さなきゃいけない。あー、でも人狼はこの場合一番強くない？殺せるんだから。じゃあ俺が人狼殺せばいいじゃん。そう、だからそういうこと。そう。ああ、そうか。誰殺してほしい？じゃあベノムさんが決めればいいんじゃないですか。まあ、クンさん殺してほしいけどな。俺、クン知らないから。え、じゃあスキップするよ。俺、出会った人殺すよ、じゃあ。最初に。
体エニーは何を甘やまろうとしてたんだ、どうせ動画撮るさ自分の視点撮れてねえとかだろう。そうです、あ、そういうことするか、配信すればいいのに。キルボタン押しまくってるから近づいた人死ぬ感じで逃げよう。はーい、空綺麗だなもう絶対に無理な状況、俺崖っぷちだ。 村としてのこの心象風景がよく合うね。ここ今の村の状況を表しているかのようだ。よし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 あぶねえ、よかった、二神童じゃなくてよかった、やってやろうじゃねえか、あぶねえ、二神童じゃなくてよかった。どっちがクリック早いか勝負しようじゃねえか。そう、クリック勝負だわ。どこはこ、やっはっ、俺のが強いに決まってんだろ、テレポートがあるんだから俺の方が強いだろ、どう考えても。そうな、よし、いやー、くそー、よし、連打があるから結局。いや無理だな、そうだよね、テレポートした後のキルの時間が。そう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 、あー、じゃあヨラッキーだった、めっちゃ。そうそう、歌は強い。えええ、クルさんが寿司になった、あー、びっくりした、長月と長月重なろうぜこんなスキーをするとは、全員重なってどうすんの。お寿司、まずそう、黒い車輪、うんふん、あ、メインホール、こんなの早くない、早い早い、メインホールじゃない、メインホールじゃない、これ貨物は俺以外は行ってますね。メインホールね、ヘルスカともう一人誰かがいた、ナッシー、あ、違う、と馬面さんも違うと思う、で再生ってシュクシャ前かな、なんで、いやでもナッシーギリ行けるかどうかぐらい、シュクシャ前一緒にいなかった誰か、だからエンジンで今度シュクシャ前来れるじゃん、別にメインホールで死んだんじゃないの。いや、メインホールで死んで、多分エンジンとメインホールの間で死んだんでしょ。そう、エンジンとメインホールの間で死んでて、メインホール側で死んだところにいたのはヘルスカが見えた、ヘルスカがいた。いやでもナッシーそこまでいけないと思うな。あのね、ナッシーはキッチン脇なんだよね、キッチン脇で、まあ速攻上上がって、そうそうそう、そんな届けない、じゃあナッシーって誰も会ってないって感じ、メインエンジンで誰も会ってないよ、最速でも宿舎前まで。ってことは、たぶん朝日がメインホール右から来たんだったら、朝日は絶対殺人犯に会ってるよ。うんうん、会ってる会ってる会ってる。ヘルスカともう一人いた、誰か。誰だっけなぁ。ヘルスカは誰か見てない。消去法は消去法、消去できない。え、誰だっけって感じなの今。あ、じゃあ、それに、なんか、あの、ヘルスカは見えたんだけど、よくない、ヘルスカは見えたんだけど、もう一人が、なんか、他に固まってた人たち出したらよくない。自分、クンさん、長月は固まってて、そうだね、俺が貨物脇ね。で、はい、キッチン、馬面さんと湧いて、まあ、さっき言った通り、最速で宿舎前まで。ヒマジンとアーケンとピネガキとヘルスカはどうなったの。アーケンは僕が主任取れてます。はい、取れてます。アーカイブで見てて、最終配置言っていい、待って待って、いや、言わなくていい。ヒマジンがアーカイブで、アーケンと馬面が主任取れてんの。うん。で、ペニガキはどこにいたの。俺ずっと貨物の方いたよ。ん、貨物いないよ。ペニガキいない、ペニガキいない。ペニガキいないよ、いた、いない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 いたよ、いたいないです。いや、あのね、いや、いない、あのね、貨物は、貨物はいない。じゃあ、じゃあどうやって貨物来たの、どうやって貨物来たの。俺占い、俺占い、あー、これペニ占い、じゃあ占って、暇人占って、暇人占って、え、暇人来ろ、暇人来ろ、これ殺した方がいい、占ってから、占ってから結果出すの早えよ。あ、でも、あ、ほんと、普通にクリーナーじゃん、ほんとにクリーナーなんだ。なんだ、いや、その…ベノム懸念がちょっとあったけど、宿舎前脇って言ってんのに、おい、これあれ使われるぞ、まずい、まずい、待って、よーし、あぶねー、なるほどね、あ、上か、やばいやばい、あ、そうだろー、シークレットキラー使おうと思ったのに、ヘルスカーだよな、まずいまずいまずい、あの、ヘルスカーがここで待ってます。あ、ええヘルスカ黒じゃないの、ええヘルスカ黒じゃないの、なんか普通に直してきたんだけど、ヘルスカが馬面に接触しよう、馬面に、馬面にもう近づく、馬面に近づく、
ガッカミが来る、が来る、もう来る、来る。ナッシー行くぞ。ヘルスカ殺してきまーす。負けるぞ、負けるぞ。おい、やめて。あ、ぶちのめしました。あの、フィンランド人ぶちのめしました。もう残って、え、長月だ。ほら、俺抜いていいぞ。イビルゲッサーいるんじゃねえの。そして3人組ボロクソに負けてんじゃんこれ。ええジロー何があったかだけ教えてほしい。ジローなんで死んだ。えあのジャッカルに殺された僕。長月さん死んでんの？わかんない。一緒に湧いた人いる？マズラナッシーではない。ないね、マズラナッシー。もう一回アーカム見てあれなんだけど右にいたのはアーケンさん俺ヘルスカぐらいだと思うのよ。朝日は。俺湧いたのメインホール。メインホール。朝日がでも通報するわけないよな。アーケンさんじゃない？通報しないよね。今？いつ？そういつ死んだか。分かる誰か。どの話？今の話？今の話。めちゃくちゃ動揺してる。めちゃくちゃ動揺することある。今僕ヘルスカと会ってないからよくわかんない。死ぬらね、アーケン売らないばもう。アーケンさんはあのアーカイブで行って俺が初期右行くからこっち来ないでって言ってメインホールに行ったはず。アーケンさんは一人で。はい、行きました。それは点が俺が見えてる。長月は？あと他に点は？点があったのはアーカイブ俺、メインホール1で、あと昇降機に2あるから、7か8はあった。まあ8なら全員いないな。全員いたでしょ、うん、そこに。わからん。いや違う違う、長月を殺したのを誰かって話だった。そう、で、だからその後、動いた後だから、で、その後動いていったのが、昇降機なんか3か2ぐらい前からあって、で、その後エンジンルーム点1個ついて、多分あ、それ自分です。なんかメインからエンジン抜けてエンジンのタスクやってて、エンジンの最後占いしたらだ、占っていいんじゃね。アーケンがエンジンにいたのはいつの話？いや、一番最後、もう通報なる直前ぐらい。ブキコさんは誰？ブキコさんは誰？ブキコさんは俺とナッシーとウマヅラ。そうそうそう。じゃあエンジンルームに1行ったんだったら昇降機あたりでしょ。朝日くんは？ん？俺昇降機痛くない？昇降機の左行くわ。ぶっちゃけどうする？これ俺記憶がない。いや別に俺記憶失った今。確かにスキップでいいと思う。これは誰だ？3なわ3なわ。あれインポストの数でわかる。いやそうわかんないんだよね。まあああおおえインポストゼロ？ゼロ人？ゼロ人？なになに？そんなことが起こりうるのか。イエーイ。長月インポスターだったってことか。長月噛んじゃったねジャッカルさん。ってことは。長月を噛んだやつがジャッカル。一旦テレポートの時間稼いでそっから考えるか。わかんねえ。ここでテレポートだろ多分。直すとこでテレポートだろ。あ、ひまさん直してる。ナイス。オッケー。ナイス。いや、意味ない。多分意味ないぞこれ。押しても意味ないっしょ、うん、意味ないよ、ね、押す意味ない。めちゃくちゃ縄あるから別に釣ってっていいんじゃない。ナッシーとウマザは絶対噛めないから。意味ない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 。ナッシーとウマザと俺は噛んでない。だるいのがナッシーウマザベノム噛んでなくても他が全部噛まれたりするとだるいし、別になんかタスクやればいいんじゃねっていう冷静に考えると。あと占い師出た。すいません占い師なんですけどアーケンシロでした。おおじゃあいいじゃん、はい、じゃあもう釣れるわ、うん、こっち読んでしょ。どっちかだったとしたらクンヒマジンじゃないなるけど、うん、役職じゃあまあそうなって、まあ、つってあじゃあ俺ヒマジン噛むわ。じゃあいいんじゃん。あクンさんシリフ、うん、あそっかシリフって言ってるじゃん。だからヘルスカあじゃあクンさん噛んで俺じゃあどこでやればいい。アーカイブでいいんじゃない。まあてか分けないよこれ。なんかこれじゃあヒマジン釣っちゃっていいんじゃない。そう噛んでマジで俺クルメだから普通に噛んで欲しさはある。まずウマヅラハチは何でもないんだよね。もう追えないんじゃない。何もしてないんじゃない。ジャッカル。いやジャッカルは絶対噛んでる。ジャッカルは絶対噛んでる。ちなみにペニガキがこのなんていうの。あ違うペんんペニガキがコロコロしてヘルスカがいて、ペニガキヘルスカ長月が黒だから長月がジャッカルに殺されてる。待ってさっきのねウマヅラハギって死人誰と連れてたっけ。俺とナシベノムナシ。本当に一瞬も見えなかった。ウマヅラをスキップでいい。スキップでいいよ。俺を一生かけられていいよ。そうずっと画面に入ってた。じゃあまあスキップ。まあもう普通にタスクやっていいよ。スキップもうじゃあアーカイブ見ないっすよ。クリスタヒマジンさん。いやアーカイブは見ていい。ヒマジンはなんかワンチャンあるから。アーカイブで個人的な恨みはちょっとここでは出していただかないように。何違う。何の話してんの。何の話してんの朝日くん。あいつは怖い。やばいだろ。ちょっともうタスクやりに行くか。
暇人を俺の手で始末するために俺はわざわざスキップさせた。覚悟しとけ。お、こんにちは。マジで誰のジャッカル。え、なんか絶対なんか3人の取り合ってる中であれじゃないの、金取れてないんじゃないの。さあ、おい、死ねですよ、お前死ね。あ、ブラアーカイブさん、お、ナシもいるじゃん。いるいるいる、全然いる。次どこ行く。ウマズラについてこい。ウマズラさん絶対怪しいから殺すぞ。武器庫、死んでる死んでる死んでる。待て待て、いや待て、暇人今絶対シロだ。今殺したところに TP された。多分死体あった今絶対。いや違う、イニンが死んだのか。イニンが死んだから移動してから殺されてるはず。あー、今クンさんが殺すぞって言ったんだったんですか。俺暇人に殺すぞって言ってる。シェリフで顔をかもうとしてる。でもシェリフも殺せなかった。一回しか殺せない。え、暇人とクンさん死に取れてたんでしょ。死に取れてたから、テレポートされてから殺されてるから結局意味がない。え、そう結局テレポート後だから、まあ、誰が殺したんだろうなんて。え、じゃあ普通にクンさんが、でもさ、ベノム、マズラハギ、ナッシーは死人取れてるわけじゃん。うんうん。で、アサヒとアーケンは占いなわけじゃん。え、そうそうそう、うん、え、だから俺3人だ、一瞬見逃してる説、俺普通に押したいけど。いやいや、待って待って待って、あのね、ちなみにだよ、ちなみに、うん、取れてるからないわ。いや取れてる。まあ、とりあえずシェリフ使えない。俺目線マジ誰もいなくなんのよ。だから絶対その3人が絶対見逃してるのもあんのよ。もう超手、もうすっごい確率だけど、コノがシェリフで、クンさんがシェリフって嘘ついてる可能性もある。あー、ジャッカルでってこと？暇人目線は多分それしかない。うん、それ暇人目線はそれしかない。絶対ない。じゃあ人狼がどこって話になる。人狼がペニガキヘルスカ長月なんだって。一人死んでるから、人狼は。だって俺がどう嘘ついてんの？いや、クンさんジャッカル飲んじゃったら、ジャッカルも長月もヘルスカも両方殺すってできないよ、絶対。ヘルスカは右、なんだっけ、昇降機の右側で死んでんね。これイニン見てるんだけど。あ、そっかそっか、クールタイムたまんないな。他のところで死んでるんでしょ、ヘルスカ。右で死んでんだったら弁当あるぞ。え、じゃあ取ったら。いや、だから弁当あるぞじゃなくて、俺ミーティングルームの下のところで直して、みんな直してるの見て、それから昇降機に渡って殺して、俺が自分でヘルスカの通報入れてるから、弁当とかじゃないんだ。あー。クーさんは多分違うの、なんか思うよ。確かに。それだからまあ暇人釣るしかない。まあまあ、そうなんだ。でも正直が占い語りしてるか。いや、まあまあそんなことはない。まああるんだけど、俺これくるめたから、あの3人の中、あの見逃し、見逃しないでしょ絶対。見逃しあったら見逃し先般だぞ。もう見逃し、うん、だいぶ先般。いや俺は先般だと思ってる普通に。え、どうする？俺とりあえずもするけど、一応見逃しはちゃんと検討してほしい。本当にやばい、だいぶやらかしてるような気する俺。ベノムさん、マズラさん言ったよな。でもマジこれだいぶやらかしてんだ。あ、やば、クルーメイトじゃん。マジか。クルーメイトマジかって何。ちょっと待って、信用できないってことこれ。どういうこと、何なんだよマジで。ラッシーマジで意味わかんねえマジで。え、ベノムさん噛んだ。俺真ん中だがありえないのわかるくね。あー、そうか。で、ウマヅラさんこれ、何話すの。いや、何話すの。ベノムさんさ、ラッシーは写真に撮れてんのそれ。これは見えてるはずだけど、あのさ、ちょっと待って、ウマヅラハギとナッシーとベノム相互に死人、全員死人取れてるって言ってたけど、うん、それは俺が真ん中だから2人が見えてるって状態。え、そうで、ベノムさんと一緒にウマヅラさん追いかけろって言って追いかけてた感じだから、ずっと画面に映ってる。だから並び順があって、ウマヅラがなんか一番先頭を歩いてて、じゃあベノム以外俺が真ん中で。この3人中にいるんだったら一番後ろになし、一番後ろにいるナッシーが一番怪しい。でもベノムはナッシー絶対白って主張するわけじゃん。そうだって画面に映ってない。一生ウマヅラも動いてないはず、うん、じゃあもう朝日するしかないよこれ。噛まれてからやればいいんじゃない。そうしたら、え、違う噛まれてからとかじゃなくて、朝日する、朝日以外にありえないよだって。まあそうだね。だって本当にマジで映ってたよね、あのお互いに。うん、もう怖くなってきたから。いや、ないお互いだって、なし、なし俺のこと見えてた。見えてた、なんなら見えてた。ベノムさんが見えてた。まあ、もうキルされるまで。ちなみに俺、なし見えてないよ。え、嘘？ごめん。でも追いかけてたよ。いや、違う、まあ、ラグ追いかけたけど、まあそっか。俺、占い師をやる飲みさあると思う。確かに、このだけ死んでるよ。もうそしたら、実はベノムが、まあ、1人死んでからね。クンさんは絶対ない。クンさんは絶対ない。ナッシーベノムで取ってるわけでしょ。そう、ベノムマズラゲ取ってるわけでしょ。そんなことありえないと思うんだけど。ナッシーがジャッカルだったら、アーケン
なんかナッシー、そんな見の、そんな神タイミングってこと？え、ベロンがない、え、神タイミングって何？どういうこと？なんかタイミングがない。要は武器庫に入るタイミングがあるから資格があるじゃん。そこで噛むかこいつ。え、ちょっと待って、そんな可能性があるとか言い始めたらちょっと話変わってくる。気まずいすら釣らない方がよかったよ。なんかもっともっとなんか全員で固まってるみたいな言い方だったから。隊列組んで、僕の後ろをナッシーとベロンがついてるから。そうで、それほぼほぼ同じ位置だったの。ナッシーの可能性あるってこと？ナッシーの可能性あるくない？それだったら、その。いや、ベロンさんとでもほぼ同じ位置にいたよ。いや、それは嘘だよ。それは嘘じゃない？嘘かな。なんかもうほぼほぼ一緒になんか馬面さん追いかけてなかった。それ嘘か。まあタスクやるか。朝日行くしかねえじゃねえかな、これ。投票で死んでくれ、朝日。見えてる。え？マジですか？いや、俺ちゃんと見えないんですけど。いや、もうしょうがないでしょ。汗つるしかない。右行って見切って、朝日これ。あー、オッケーオッケー、ちょっと待って。下行くわ。はい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 。下、下行きます。あー、俺、あれなかったわ。ボタンないから押してくんね。マジで？おぉ、死んでる死んでる。なしなしなし。違う違う違う。え、これ、ウマヅラさんです。どう考えたら。ベノムがアホだったってことか、つまり。うん。じゃあもういやー、まあ、もうおし危なかったなー、マジで絶対違うみたいなこと言ってて、なんかそうっすよね、なんかやばすぎ。ちなみにさ、ナッシーはさ、いつ噛んだの？ナッシーは長月さん開始0秒で噛んだの。あー、そういうことか。そう、そこじゃないの？そう、違う、ま、初動で噛んでそのままベノムさん、ウマヅラさんと合流した。ナッシー今意味わかんない疑われ方してんのか。そう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 、まあなるほどね。初動であれか、なんか次に持ち越せるやつで噛んだのか。そうそう、ジャッカルはもキル持ち越せるから。そう、いやー結構粘ったんだけどな、悔しい。いやでもあの対立良かったね。あれじゃなかったらなし無理だわ。インポスター全員が初動で殺されてるの辛すぎた。確かに。インポスター気がついたらゼロ人になってクリーナーたまるまでいい。あんまり綺麗じゃない方がいいぞ。ペニガキ、まあ、ペニガキはあれだな、一回見てあれしないと。確かに。まあでもな、殺しまくるのってなんかワンチャンうまくいくけど、クリーナー全然強いけど、クリーナーだったらちょっとな、うん、よし、ということで GG です。開始0秒だと思わなかった。